お金しまいたいんですけど。あ、マスク。バッグは鉄や銅も食べるんだって。だから武器はもういらないよっていう平和の象徴的な感じで作られたらしいよ。ほいでね、ここがね、屋根がね、なんだった、銅だっけ、鉛で作られてんだって。バクはどうした、これも鉛なんだって。いざという時は降ってきた、これを溶かして鉄砲の弾にするんだって。だからバクはどうしたんだって。ここはサンザルが有名だけど、実は全部で人の一生が描かれていると言われてます。お馬さんいないね。ここはお馬さんがいるんだって。だけど今日はいません。